フィリップ・ドスト・ブラジ、フィリップ・ドスト・ブラジは、フランスの政治家、ドビルパン内閣で外相を務めた、オートイコール・ピレネー県デルド出身。トゥールーズで医学を学び、1976年から循環器学者、心臓外科医となる。医師として、トゥールーズ大学教授、フランス循環器学会会員の傍ら、政治運動にも参加し、政治的には、 キリスト教民主主義の信奉者である。フランス民主連合を経て国民運動連合に参加した。ルルド市長、トゥールーズ市長。1989年欧州議会議員に当選。欧州議会では欧州人民党に所属する。また、同じ年にフランスコレステロール構造図調査学会の理事にも選出されている。1993年。 厚生大臣付担当大臣に就任。1994年オートイコールピレネー県議会議長に選出される。同年12月民主社会中心書記長に就任する。1995年、ジャック・シラクが大統領に当選すると、交渉付担当証券政府報道官に任命される。同年6月文化大臣として入閣する。 1997年6月総選挙の結果、社会党内閣が成立し、ドストブラジも内閣を去るが、オートピレネー県選出の国民議会議員として、また、フランス民主連合会員議員団長として、活躍するが、ルルドで運動中、暴漢に襲われ、重傷を負っている。ありがとうございます。